プロ野球ファンの皆さんこんばんは。今夜はここクリネックススタジアム宮城から楽天対オリックス4回戦の模様を実況堂前秀夫でお届けしてまいります。イーグルスの先発は永井、対するバファローズの先発は久抜きとなっています。さあ間もなく試合が始まります。まずは1回の表、バファローズの攻撃。先頭バッターは坂口、投げた、真ん中ストライク。まずは初球決めてきました。1球目ストライクから、第2球投げた、直球打った、ファウルボール。カウント2ストライク、投げた、打った、引っ張った、フェア。坂口2塁を狙う、セーフ。長いライトへのツーベースヒットを打たれました。そして右バッターボックスには田口、バファローズいきなり先制のチャンスを迎えています。二塁牽制、セーフ。際どいタイミングです。第2球投げた、アウトローを打った、打球はセンター浅いところ、フラフラっと上がった、ひじりした、前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。そしてここでバッターは後藤、ネクストバッターサークルにはカブレラ。第2球投げました、低め際どい、ボール、ワンストライクワンボール。投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。投げました、直球打ちました、ボールは後ろ、ファウルボール。投げました、打った、鈍いゴロ、セカンドボールを掴んだ、1塁アウト。右バッターボックスはカブレラ。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。初球を打った、バックネット方向、ファウル。投げました、外角際どい球、ボール、ワンストライクワンボール。投げた、打って、これは平凡な当たり、一塁線フェアだ、一塁送球アウト。結局三塁残塁です。バファローズスコアボードにゼロが入ります。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッター肘沢、スライダーストライク。初球ストライクから投げた、フォークボール決まってツーストライク。さあ3球目、ストレート見送ってボール。投げた、打った、ライナーに右間抜ける、ボールは中継。ひじりさはこれで4試合連続ヒットとなりました。さあ1球目、高めギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました、ランナー走った、ストライクになった、これは楽々セーフ、盗塁成功です。投球3球目、流し打ち、北川ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは3番鉄平、ネクストバッターサークルに控えているのは山崎。さあ次の投球です。インコース低めストライク。さあ追い込まれました、投げました、打ちました、詰まった当たり、掴みました。そして右バッターボックスに山崎、投げました、スライダー決まってストライク、ワンストライク。さあ2球目、インサイドストライク、久抜き追い込んでいます。投げました、打ちました、サード、これは守備範囲内、一塁アウト。二塁ランナー肘沢は残塁に終わりました。1回が終了しまして0対0、イーグルスチャンスを広げることができません。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番 T 岡田、打席に入りました。インコース詰まった、ライト線フェア、右バッターボックスは6番北川、現在4試合ヒットが続いています。スプリットはストライク、外角低めいっぱい、投げました、インサイドストライク、2ストライクノーボール。第3球投げた、打った、ボールは後ろ、ファールボール。第4球投げた、打った、草野ボールを掴んだ、1塁アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー2塁に変わります。そして迎えるバッターはバルディリス、現在5試合ヒットが続いています。投げた、打ちました、ショート正面、一塁へ送る、アウト。バッターは8番日高、
第9投げた初球から打ってった一塁へアウト。これで3アウト。長いワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0バファローズチャンスを生かせません。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは5番中村、打席に入ります。ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。インハイギリギリいっぱい、ストライク。久抜き、まずは簡単に追い込んでいます。さあ3球目、ボール、外れた。投げました、あっと打った。打球はレフト浅いところ、取ってアウト、ワンアウト。左バッターボックスは6番リンデ、現在7試合ヒットが続いています。打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球アウト。左バッターボックスは7番草野、投げました、外角高め、ストレート決まってストライク。初球ストライクから投げました。第2球目はボール、わずかに内側、カウントワンエンドワン、投げました、打った、サード取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトです。最後は内野ゴロで終わりました。2回の裏が終わりまして両チーム無得点です。バファローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番大引き、バッターボックスに入りました。空振り、スローカーブに全くタイミングを合いません。1球目空振りから、第2球投げた、打ちました、ピッチャーの左に転がった、一塁へアウト、ワンアウト。打順は1番に帰って坂口、打席に入りました。投げた、スプリット外れました。投げた、低めストライク、投げた、外角低め打った、打球はライト浅いところ、てっぺい前に出る、掴みました、長いライトフライに打ち取りました。バッターは2番田口、第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、直球ストライク、1球目ストライクから、投げました、インコース高めストライク、2ストライクノーボール。第3球投げました、空振り三振、バットアウト、田口スイングアウトの三振。長い三者凡退、無得点に抑えています。3回の表が終わって両チーム無得点です。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは8番高須、打席に入ります。まっすぐ決まった、ストライク、投げました、あっと打った、ヒット、高須、これで12試合連続ヒットとなりました。投げました、打った、4-6-3アウト、4-6-3のダブルプレイ。投げました、ストライク、胸元厳しいところ、初球まずは入れてきました。第2球投げた、落ちる球空振り、バッター追い込まれました。第3球投げた、内角空振り三振、ここはスライダーで仕留めました。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ4回戦は序盤終了しまして両チーム無得点です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは3番後藤、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。直球決まってストライク、投げた、打ちました、バックネット方向、ファール、低めの球、見逃し三振、ズバッと決まって三球三振。第1球投げた、低めいっぱいストライク、投げた、スプリット決まった、ストライク、追い込んで第3球投げました、スプリット打ちました、一塁線ファール、右に切れます。投球4球目、打ちました、ライトフライ、かなり大きい、ファウルボール、投げました、あっと打った、打球はショートの右、一塁送球アウト。バッターは5番 T 岡田、これが2打席目になります。さあ1球目ストライク、アウトコース厳しい球、初球ストライクから投げました、
スローカーブボール、胸元際どいところ、カウントワンエンドワン、第3球投げました。ストレート打った、バックネット方向に飛んでいきます。スプリット、空振り三振。バファローズこの回も三者凡退に倒れました。4回の表が終わって0対0、依然両チーム得点はありません。イングルス、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番渡辺、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球投げました、フォーク見送ってボール、アウトコース低め際どいところ。さあ3球目、インサイドストライク、投げた、打った、ライナー三遊間抜ける、ボールは中継。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは3番鉄平、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。セーフ、一塁へ牽制球を送ります。投げた、インサイドストライク、落とした、フォークはボール、ワンエンドワン、投げた、ストライク、膝元厳しいボール、ツーストライクワンボール、ランナースタート、打った、ヒットエンドラン、一塁へ送る、ミット弾いた、渡辺三塁を狙う、ヒットエンドラン、ものの見事に決まりました。ファーストのエラーが記録されます。さあここが運命の分かれ道、ここで迎えるバッターは山崎、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。サード牽制、投げた、初球はストライク、まずは初球決めてきました。投げた、変化球打ち上げた、切れていきます、ファール、投げた、インコース高めいっぱい、見逃し三振、3球で仕留めてみせました。高めボール球打った、フラフラっと上がった、落下点に入った、取りました。バッターは6番リンデ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。インコース高めストライク、久抜き、今の投球でちょうど40球目になります。空振り、バッター追い込まれました、投げました、外角低めボール、ツーストライクワンボール、投げました、内側際どいボール、ツーツー。さあ投球5球目、打った、ファール、投げました、打ちました、バットも出しましたがボールは後ろへ飛んでいます。投げました、フォーク打ちました、三遊間のゴロ、ショートボールを掴んだ、アウト、スリーアウトになりました。草抜き、見事なピッチングです。さあ試合終了まで何が起こるか分かりません。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番北川、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。ストレートはボール、まずはアウトコース、投げた、打った、渡辺取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは7番バルディリス、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。直球ストライク、ワンストライクノーボールです。第2球投げた、低めスローカーブ外れてボール、ワンエンドワン、投げた、スプリット決まってストライク、ツーストライクワンボール、投げた、外のボール球打った、切れていきます、ファール。第5球投げました、打ちました、これもショートへ、一塁送球アウト。バッターは8番日高、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げました、アウトコース、わずかに外れてボール、ワンボールから投げました、インコース低めストライク、投球3球目、あっと打った、アウト、カウント2ストライクワンボール。第4球投げました、外れたボール、ツーツー平行カウント。さあ投球5球目、打った、取りました。永井、この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。5回の表が終わって0対0、依然両チーム無得点です。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは7番草野、
最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。インサイドストライク、初球まずは入れてきました。初球ストライクから投げました。フォーク打った、左中間抜いた、打球は左中間に転がっている。草野二塁を狙う、草野左中間深々と破っていきました。バッターは8番高須、投げた、打ちました、セカンドがっちり取って一塁アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー三塁に変わります。そして右バッターボックスには島、ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。第2球投げた、打った、これがバックネット方向へのフライになった。打球は後ろ、ファールボール、投げた、打ちました、ボールは後ろ、ファールボール、投げた、あっと打った、ヒット、打球は左中間に転がっている。これでゲームが動き始めました。島センターへのタイムリー。こちらが先ほどの先制のシーンです。ワンアウトランナー二塁に変わります。打順トップに帰って井尻沢、打席に入りました。内角際どい球、ボール、投げました、おっと打ち上げた、フラフラっと上がった、掴みました、ボールは中継。右バッターボックスは2番渡辺、これが3打席目になります。低めストライク、投げました、引っ張った、取りました。前半が終わりまして1対0イーグルス、ここで先制点を挙げています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは9番大引き、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、低い球打ちました、切れていきます、ファール。第3球投げました、打った、打球はショートの左、一塁へ送る、アウト、ワンアウトです。バッターはトップに帰って坂口、打席に入ります。第1球投げました、直球見送ってボール、これはわずかに低いか。さあ次の投球です、外角低めいっぱい、ストライク、投げた、真ん中ストライク、投げた、あっと打ち上げてしまった、ファール、カウント2ストライク1ボール、投げた、打った、引っ張った、ライトに打球がぐーんと伸びていく、切れていきます、ファール。第6球投げた、打ちました、レフトへの浅いフライになった、レフト落下点、追いついた、長いレフトフライに打ち取りました。右バッターボックスは田口、第1球投げた、スローカーブ見送ってストライク、ワンストライク、投げた、ストライク、アウトローへ、ツーストライク、投げました、スローカーブ、空振り三振。長い、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。6回の表が終わって1対0イーグルス、1点リードは変わりません。イーグルス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番鉄平、バッターボックスに入りました。ストライク、アウトローへ、投げました、引っ張った、ライナー、ファールボール、投げました、これはちょっと抜けました、外角高め外れて2ストライク1ボール。さあ4球目、あっと打った、後藤ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、鉄平セカンドライナーに終わりました。真ん中にストライク、投げました、低め際どい球、ボール、ワンエンドワン、投球3球目、まっすぐ決まった、ストライク、追い込んでから投げました、見逃し三振。バッターは5番中村、投げました、直球ボール、まずは外角、投げた、打って、これは平凡な当たり、ピッチャーボールを取る、一塁へ、アウト、これでスリーアウト。
東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ4回戦は中盤まで終了しまして1対0イーグルス無得点で終了です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは3番後藤、打席に入りました。ストレートはボール、まずは内角、ノーストライク1ボール。第2球投げた、真ん中ストライク、カウント1エンド1。第3球投げた、低めボール、ワンストライクツーボール、バッティングカウント。第4球投げた、打った、バックネット方向、キャッチャーへのファールフライか、ファウル、打球は後方へ。カウント2エンド2、投げた、打ちました、バックネット方向、ファール。平行カウントから第6球投げました、打ち上げてしまった、外野フライ。草野落下点に入った、草野ボールを掴んでアウト、ワンアウト。右バッターボックスは4番カブレラ。第1球投げました、スプリットはストライク、ワンストライク。さあ2球目打った、これはどうだ、追いつけるか。長い尻上がりに調子を上げてきています。左バッターボックスは5番 T 岡田、今日3打席目。第1球投げました、打った、ファール、ファールボール。さあ2球目インコース低め、ストライク、投げました、スプリット、空振り三振。 T 岡田2打席連続三振。永井ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。7回の表が終わって1対0イーグルス、1点リードは変わりません。7回の裏イーグルス、ラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはリンデ、打席に入ります。投げました、低めフォーク外れてボール、ワンストライクワンボール。第3球投げた、フォーク打ちました、ライナーだ、左中間破った、打球は左中間に転がっている。リンデン二塁を狙う、リンデンツーベースヒットを放ちました。ここでバッターは草野、イーグルス追加点のチャンスを迎えています。外角高めいっぱい、ストライク。第2球投げた、打ちました、ボールは後ろ、ファウル、投げた、ストレート、空振り三振。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。右バッターボックスは8番高須、ボール、ストレート外れました、ワンボール。投げた、打った、流し打ち、フェア、リンデン一気にホームへ、リンデン今ホームイン、イーグルスさらに1点追加、高須タイムリーヒット。ワンアウトランナー一塁に変わります。今日ツーベースを打っている島、バッターボックスに入りました。低めフォーク決まってストライク、これは見送ってボール、一塁牽制セーフ、投げました、フォーク決まってストライク、バッター追い込まれました、投げました、真ん中空振り三振。打順は1番に帰って、いじりさは今日はヒットが1本、直球決まってストライク、胸元をつきました、投げました、これはすっぽ抜けてボール、おっと危ない、投げました、流し打ち、どうだ、ヒットになります。ひじりさはこれで今日は4打数の2安打。久抜き登板、勝木今日2番手としてマウンドに上がります。右バッターボックスは2番渡辺、ここまで1安打、投げた、直球見送ってストライク、投げた、インサイドストライク、さあ追い込まれました、投げた、アウトサイド、判定はボール、投げた、見逃しの三振、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして2対0イーグルス、貴重な1点を追加しています。8回の表2点を追いかけますバファローズの攻撃。この回のトップバッターは北川、打席に入りました。ゆるカーブ見送ってボール、さあ2球目内角、スローカーブ外れてボール、2ボール。投球3球目打ちました、ヒット、レフト前ヒットになった、ボールは中継、
ノーアウトランナー一塁となりまして、バルディリス打席に入ります。低め直球決まってストライク、ワンストライクノーボール。第2球投げた、スプリット空振り、タイミング合いません。第3球投げた、スプリット打った、あっと取れない、ヒット、ボールは中継。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、日高バッターボックスに入りました。直球ストライク、投げました、流し打ち、レフト前ヒット、ボールは中継。さあノーアウト満塁という場面で大村打席に入りました。さあこの大事な場面、軍配はどちら。ピッチャーを変えてきました。長いマウンドを降りまして、長谷部満塁の場面での登板です。さあこの場面で代打ラロッカ打席に入ります。投げました、まっすぐ決まった、ストライク、ワンストライク。投げました、打ちました、ワンバウンド、ボールを取った、一塁アウト、ワンアウト。バファローズ1点返しました。ラロッカやりました、バファローズこのまま勢いをつけたいところ。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。今日ツーベースを打っている坂口。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。投げました、低め、チェンジアップ外れてボール。さあ3球目、あっと打った、センターへの浅いフライになった。ひじり沢前進、掴みました、バルデリス、スタートを切った、セーフ、バファローズついに同点に追いつきました。今日2三振の田口、バッターボックスに入りました。見送ってボール、初球ストレート。第2球投げた、打った、センターフライだ、浅い当たり、取りました。8回の表が終わって2対2、バファローズ同点に追いついています。さあここは守備を変えてくるようです。イングルス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番鉄平、ここまでノーヒット。直球決まってストライク。さあ次の投球です、ストレート打ちました、打球は左中間に上がった、これはヒットになります。鉄平、これで打率を4割7分1厘としています。第1球投げた、膝元、シュート決まってストライク。一塁へ牽制球を送ります、セーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります、セーフ。さあ次の投球です、あっと打ち上げた、フラフラっと上がった、 T 岡田前進してくる、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは5番中村、今日4打席目。直球ストライク、ランナースタートを切った、これはストライク。キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。歩かせます。さあここ一番の場面、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。先ほどツーベースを放っているリンデン、一打勝ち越しのチャンス。投げました、外角、シュート外れてボール。投げました、カットボール空振り、これは完全に振り遅れ。さあ4球目、打ちました、ヒットエンドラン、一二塁間の当たり、ヒット、鉄平一気にホームへ、セーフ。ヒットエンドラン鮮やか、鉄平走った。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。リンデン思わずガッツポーズ、イングル
これで勢いがつきそうです。マウンドに上がったのは平野、今シーズン6試合目の登板。今日ツーベースを打っている久野、打席に入りました。さあ1球目、初球引っ張った、ファウルボール、投げました、まっすぐ決まった、ストライク、もう追い込んでいます。投げました、直球打った、二遊間ライナー破っていった、ボールは中継。さあこれでワンアウトフルベース。ここまで2安打の高須、イングルス追加点のチャンスを迎えています。内角低めいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました、打った、バックネット方向、ファー。さあ3球目、外、空振り三振。そしてチャンスの場面で期待のできる島、ここまでヒットは1本、アウトコース高めいっぱい、ストライク、ワンストライクノーボール。さあ次の投球です。打ちました、ヒット、打球は右中間に転がっている、リンデン一気にホームへ、三塁へ、セーフ、島、これで今日3打点。今日2本のヒットを放っている聖沢、打席に入ります。ストライク、アウトローへ、伸びのあるストレート、第2球投げた、ボール、投げた、内角高め打ちました、ヒットになります。ボールは中継、イングルスさらに1点追加、ビッグイニングになりました。平野降板、小松今日4番手としてマウンドに上がります。さあ2アウトランナー1塁3塁という場面で渡辺、今日はヒットは1本、投球ストライク、ボールを2塁へ送った、これは悠々セーフ、盗塁成功です。さあ次の投球です、あっと打った、アウト。8回までが終了しまして6対2イングルス、4点勝ち越しです。さあいよいよ最終回に入ります。先頭バッターは3番後藤、今日はまだヒットがありません。ボール、アウトサイドわずかに外れた、ボールワンから、第2球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、ワンエンドワン。第3球投げました、高め打ちました、サード取って一塁送球、アウト、ワンアウト。そして右バッターボックスにはカブレラ、ここまでヒットがありません。投げました、直球ボール、まずは高め、ワンボール。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球投げました、打った、リンデンバックしていった、落下点に入った、取りました。さあいよいよあと1人、バッターは5番 T 岡田。スタンドからは必死の声援が続いています。外角高め際どい球、ボール、投げました、ボール、直球外れました。 T 岡田よく見ています。第3球投げました、スライダー外れました、これも外に外れました。ストレート見送ってストライク。さあ投球5球目、際どい球、選んでフォアボール。バッターは6番北川、投げた、インコース低めストライク、初球まずは入れてきました、投げた、直球打ちました、ファールボール。投球3球目、インコースわずかに外れてボール、ツーストライクワンボール。投げた、内角打った、三遊間へのゴロ、飛びつく、レフト前ヒット、ボールは中継。ここでアクシデント発生の一報が入ってきました。渡辺、先ほどのダイビングキャッチで怪我を負った模様です。ここで怪我の治療の情報が入ってきました。ここは大事を取って交代するようです。イングルスピッチャーを交代します。長谷部マウンドを降りまして、モリーヨ今日3人目のピッチャーとして登板です。さあチャンスをものにできるか。右バッターボックスは7番バルディリス、ここまで1安打、ピッチャー抜けた、ヒット、T 岡田一気にホームへ、二塁ランナー1点返しました。バルディリスセンター前タイムリーヒット、バルディリス見事チャンスをものにしました。先ほどヒットを放っている日高、バッターボックスに入りました。直球外れました、投げた、直球決まってストライク、ワンエンドワン。さあ3球目、インサイドストライク、さあ次で決められるか、投げた、打ちました、掴みました、試合終了。
イングルス見事勝利を収めました。イングルス、これでバファローズとの対戦成績を4勝0敗としています。本日のハイライトシーンです。本日のヒーローはリンデン。今日の試合を決定づける勝ち越しのタイムリーを放っています。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ、実況担当堂前秀夫でお送りいたしました。